A7 式垂直発射魚雷投射ロケットは海上自衛隊が装備している護衛艦搭載対戦ミサイル。2007年に正式化した対戦水艦攻撃用兵器で護衛艦より遠距離に誘導魚雷を投射する兵器である。ミサイルの後部がブースター部全部の弾頭内に魚雷が搭載されており、4枚組の安定翼が胴体末尾と中間に取り付けられている。 護衛艦のマーク 41VLS より発射され、初期旋回後に水力制御装置を分離し、超音速で飛行後、全部団体を切り離す。全部団体がパラシュートにより減速された後に、フェアリングが外れ、搭載魚雷が露出する。魚雷は着水後、パラシュートを切り離し、標的の潜水艦へ向かうこととなる。なお、搭載弾頭には十七式魚雷や十二 式魚雷が用いられる。1999年度から技術研究本部によって新アスロックとして本格開発が開始された。開発の主眼は従来のアスロック対戦ミサイルに対し速応性向上のための飛翔速度の高速化と遠距離探地に対応する長射程下にあり、試験艦アスカに搭載された VLS で運用試験が行われた。 当初は2005年度に終了する予定だったが、超音速から減速のためのパラシュート解散の挙動についての技術課題のためへ延長された。その後、技術課題が解決されたため、2007年度中に開発を完了。秋月型護衛艦の2番艦、テル月より搭載が開始された。ありがとうございます。